ソウル連合ニュース、韓国の人気グループ、ストレイキッズ、ストレイキッズ、が来月からスタジアム公演を含むワールドツアー、ドミンアテを開催する。所属事務所の JYP エンターテインメントによると、ストレイキッズは8月24、25の両日と8月31日、9月1日の両日、ソウルオリンピック公演クスポドーム、オリンピック体操競技場、おかわきりにシンガポール、オーストラリア、 台湾、日本など12カ国、地域を回り、計21公演を行う。シンガポール、台湾など6回のスタジアム公演も決まっており、今後中南米、北米、欧州などの開催地が追加される予定だ。ワールドツアーの開催は2022年のマニアック、以来2年4ヶ月ぶり。今回のツアータイトルには、ストレイキッズが舞台を支配するという意気込みを込めた。 ストレイキッズは今月19日、ミニアルバム、アテとタイトル曲 CHKCHK ブームを発表する。